会場でもご覧になった皆さん方が試合をご覧になった感
活動されたそしてこの街中のですねバンドをはじめテレビも含めてですけれども本当に多くの皆さん方がご覧になって、まあ、日本代表 の、 あの活躍ぶりはもちろんのことなんですけれども世界中のやっぱりトップレベルの選手たち の、この活躍がですね感動を生み、そして、まあ、あまり日本人がしょっちゅうこのテレビで野球観戦やですね、サッカー観戦のように見ていないラグビーをですね、多くの人たちが観戦をして楽しんだということは非常に、まあ、熊本の復興にとっても非常にプラスになったなというふうに思いますし、日本全体にとってもですね、このスポーツを楽しむ、スポーツによって人々が勇気をもらえるということをですね、まさにこの体現した期間だったのではないかなと思います。ですので、その流れをですね、そのままやはり熊本においては、11月30日からの、女子ハンドボール世界選手権大会、まあ、ここでまた新たな感動が生まれるようにですね、私も全力を尽くしたいというふうに思っていますし、また先ほど申し上げたように、さまざまなイベント、を、まあ開催をしながらですね、多くの方々に楽しんでいただけるようにしたい。で、そのことがまた、来年のですね、東京オリンピック、パラリンピックにつながっていくんだろうというふうに思います。まあ、日本でももうこの夏季のオリンピックで、東京オリンピック、まあ、本当に私が生まれる前にですね、オリンピックがあって、それからもう、60年以上の月日が経ってからもですね、やはり日本人にとってもやっぱり、馴染みを使ったスポーツをはじめですね、まあ、多くのスポーツに親しみ、そしてまた、東京オリンピック・パラリンピックを通してですね、その次に、まあ、やっぱり体を動かす、あるいは、自分たちでもやっぱスポーツをやってみようというような、まあ、そういった動きにつながっていくといいなというふうに思います。あと、まあ、NHK の大河ドラマでですね、伊達もやっていますけれども、例えば、金栗四郎さんのですね、まあ、名前のついたですね、ある意味では、熊本ロマンスや、熊本三期ということです。こういったものもですね、来年2月に開催されますので、どんどんやっぱりこの今年から来年、そして再来年はですね、マスターズの、この水泳、世界水泳が福岡で開催されますけれども、この熊本でもですね、マスターズの、水泳、これは、アパドームの方で開催されますので、そういったやっぱり一連のこのスポーツイベントというか、まあ、そういう復興にやっぱりこうつながっていく、まあ、そういうふうに私たちはやっていかなければならないかというふうに今考えております。今のちょっと関連して、来年5月にはその今回の予算案にも提供されてます、聖火リレーの練習事業、はい、熊本でも聖火ランナーが出てくるということで、うん、さんも提供されていて、はいはい、熊本市としては、どのようにこう、まあ、この聖火リレーの機運を高めていくか、どういうふうにしていきたいかな、はい、そうですね、聖火をですね、もうずっとリレーでつないでいくっていうのは、これも以前 の、 東京オリンピック、昭和の時代の東京オリンピックの、まあ、かなり厳重な体制で、この熊本でもですね、聖火リレーが行われたというふうに伺っていますけれども、やっぱりシンボリックなこの聖火、これをですね、やっぱり、世界のスポーツを愛する人々がですね、やっぱり希望の灯火としてですね、見ていただけるのが、まあ、この聖火リレーにしなければいけないと思いますし、それが全国各地でこれは走り回るわけですよね。ですので、その地域地域にあった、まあ、それぞれの取り組みがあると思うんですが、熊本ではやっぱり、一つはこの東京オリンピックに向けての、まあ、希望の明かりということと同時にですね、やっぱり、熊本の人々の、まあ、熊本自身で被災をした熊本の人々の、気持ちを明るく照らすですね、まあ、そういった希望の明かりになるような、
形にしたいなというふうに思っていまして、まあおそらくあの街中をですね、ルートとしては、回ることになるというふうに思いますので、まあ、多くの皆さん方がその沿道でですね聖火ランナーをやっぱり応援していただいて、そして、次の地点にお渡しできるようにですね、象徴的な、まあ、熊本としてはこれは組織委員会であるとか、それから県の、まあ、委員会になっているんですね、国民なことだと思いますが、まあ、そこと協力しながら、素晴らしい成果、やっぱり熊本らしい成果にしていきたいなと思います。はい、それでは、各社からお願いいたします。どうぞご承認お願いいたします。あ、じゃあ、ご審査員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 、新しい、まあ、いわゆる建物を作るというか、そのことに関しては、まあ、非常にこうどちらかというと反対の声というか、まあ、まあ、どこに考えたらいいんじゃないかというような声もありますが、市長は先ほど、まあ、じっくり機会があるので、その中で検討すればいいということだったんですけど、それはもうそういうのは、まあ、補償活用委員会の議論を見ながら、まあ、柔軟に対応していくという姿勢なんでしょうか。そういうことです。ですから、あくまでもやっぱり この熊本城の例えば景観もそうなんですけれども、これは国の文化庁の補助事業、補助予算を使ってこの特別史跡ということに新たにやっぱりそこが指定された場所であるという非常に歴史的な意味を持つ場所であるわけですね。ですからそういう意味では非常にこの、まあ、保存と活用についてはですね、慎重な検討が必要だというふうに私自身は思っています。ですので、拙速に何かをそこに建てたりとか、あるいは、何かその、熊本市の方でですね、こういうふうに活用したいというようなことも、そういった皆さんの合意なしに進めることはありえませんので、そういう意味では、この保存活用委員会の皆さんのご議論とともにですね、やっぱ多くの市民の皆さんにいろいろアンケートを取ったりいろいろしているところもありますけれども、まあ、今後も市民の皆さんとどんどん語ろうの場であったりですね、まあ、いろんな場を通してやっぱり、これは未来に向けて残すべき宝がこの特別史跡熊本城跡のこのやっぱり地域エリアということになるというふうに思いますので、当然活用やいろんなことも当然考えていくんですけども、まあ、いたずらに、何か一本について、何かを検討しなきゃいけない、まあ、そういうことではなくて、例えばということでいろいろな案を今までこの保存活用委員会にも出させていただいているわけであって、それを何か決め打ちのように進めますということは一切ありません。議案関連で、はい、動植物園の正門前に、はい、チョッパーの像を年度内に設置ということの、はい、経費も計上されていますが、はいはい、改めて、場所とそれから、この像に関しては市としてどのように生かしていきたいと思っているかというふうにお願いします。場所については今動植物園の方でいろいろと検討をしているというふうに思いますので、まあ、正門の、まあま、前といいますか、ある程度目立つ場所になる、これは県の、まあ、一連の復興のいろいろな事業の中でですね、熊本市だけではなくて各それぞれのワンピースに関連したキャラクターがですね、やっぱり各地をやっぱりこのこうまあ、後押ししていくというような意味合いがありますので、それにふさわしいようなそういう設置というのが望ましいんだろうと思います。
ですので、まあ、場所についてはやはり、特にお子さんたちをはじめですね、例えばそういうちょっと目当てに来られる方もいらっしゃるということで、県庁の、あそこの、まあ、あのプロムナードのところのですね、に置いてあるルーピー像も含めてなんですけれども、まあ、一番近いところに多分県内でもあるのかなというふうに思いますので、一緒にこう来られた方が例えば、まあ、来訪して、まあ、そこでまた写真を撮って、そしてじゃあ近くの動植物園にちょっと来られるのか、そうすると今度は、被災をした他の地域に置かれているその皆さんこう誘うようなですか、ね、そういったことがすごく大事なんじゃないかなというふうに思っています。で、やっぱりワンピースというそのアニメーションが非常に世界的にやっぱ評価をされているということを考えますと、まあ、やっぱりこの人たちが元気になるだけではなく、世界の、から訪れるインバウンドにもですね、一定の効果があるというふうに考えておりますので、まあ、そういう皆さん方の期待に応えられるようなですね、そういう設置にしたいなというふうに思います。まあ、それと同時に、まあ、チョッパーはまあ前も説明申し上げましたけど、まあ、そういう獣医があるとかですね、そういったいろいろな意味合いも持っているというところでありますので、やっぱり動物、それから植物、先ほど少しこの緑の点々のところでもお話をさせていただきましたけれども、2022年には全国植物カフェアのこの本大会、この動植物園の非常にメインでですね、大切な会場になりますので、まあ、そういう意味では、そういったつながっていくような未来につながっていくような設置、それから除幕式もそうなんですけれども。話題になってですね、長く続くようにしていきたいなと。それから、この動植物園の動物たちや植物をですね、やはり愛する気持ちというか、大切にする気持ち、命を大切にする気持ちというのを、子どもたちから大人までですね、持っていただけるような、そういう場所にしていくこと。まあ、これがおそらく、市の動植物園にですね、こういったものを設置するという大きな意味になるのではないかなと感じています。実験病院がないんですか、はい、ということなんですけども、間もなく病院側が導入を検討を発表してから2年です。病院側もなかなか2年経ってもどうなっているのかまだ分からないです。実は既にですね、この物件の内密審査制度も含めてなんですけども、熊本、私がちょうど2年前にドイツのハンブルクの方に出して、これがまあ、いわゆるこの国のゆりかごの原型となったですね、ベイビークラッテ、のを見て、そして視察をさせていただきました。でこの中で、やはりこの内密出産制度については、やはり国としても進めて、もらって、法制度をやはり法的な整備を進めてもらいたいということで、お話を私が直接、当時の加藤厚生労働大臣、したということは皆さんで、それからですね、国の方でも随分研究を今、進めて、いただいております。特に、この望まない妊娠に対するですね、そういった対応が各国どのようになっているかとは、昨年度、まあ、今年度もですね、引き続き検討をされています。なかなか制度として法制度を、変えていくというところまではまだいってないのは事実でありますけれども、こうした一連の経緯については、先週開催をされました、指定都市市長会の会議において、私の方から状況については報告をさせていただきました。まあ、その点についてはおそらく報道オープンになっていましたので、知ることを
まあ、必要であれば、後ほどまた広報官から皆さんに提供したいと思いますが、まあ、そういう報告をさせていただいております。で、まあ、その状況も慈恵病院の皆さんとですね、やっぱり共有をしながら、やっぱり大きなこれ一自治体のやっぱり一民間病院だけで担うものではないので、やはり大きな支援の体制になっていく。で、一方では慈恵病院の方がやっぱり非常に気にされているのは、現場の状況がやっぱりかなりですね、逼迫をしているというふうにやっぱり感じておられるというふうに思います。それだけそういうニーズがですね、非常に多いと。で、そういう、望まない妊娠やそういったもので困っている、その母子がですね、やっぱり命をですね、やっぱりいかに守っていくのかということに対しては、やっぱり現場の病院という中でお預かりになっているですね、先生方やスタッフの皆さんとも非常にそんな悠長にしてられない制度改正で、そんなにゆっくり待ってられないというふうな思いを持っておられるのは、私自身も理解をしているところであります。一方でやっぱり子どもの権利をしっかり守りながら命を守り、また制度的にも、その子どもの命が救われただけではなくて、その後の養育、社会的な養育も含めてですけれども、その後のやっぱり、子どものですね、まあ、自分の出自のことをきちっと知る権利があるかどうかということも含めてなんですけれども、慎重に対応せざるを得ないということはですね、これは丁寧にやっていく必要があると思います。で、今喫緊の、まあ、課題といいますか、私の方から市と市長会の方に報告させていただいたのが、このコウノトリのゆりかごに全国各地から実は相談がですね、妊娠出産の相談が非常に多かったわけでありますけれども、これが昨年度から少し減ってきたということです。それは、それと その因果関係をですね、ちょっと探るべく、うちの健康福祉局の方でも調査をさせましてですね、全国の政令指定都市で、そういう相談窓口、相談に乗っているところがどれだけあるのかということで、検証しましたら、20市全部でですね、そういった相談には乗っているということになりますけれども、特別にそういう妊娠出産等にかかるですね、窓口を設置している市がですね、今現在10市に増えました。以前5市しかなかったんですが、倍増をしています。で、こういったこともおそらく、関係があるというふうに思いますので、やっぱりその地域地域で相談に乗れる体制をですね、窓口を設置していただくように、今回、指定市長会の中でですね、各市の市長さんにお願いをさせていただいたところです。ですので、今後はそういった各地での相談を受けるですね、体制、あるいは命を守る体制というのが、ね、十分これから確立をされていけば、まあ、さらに、これは全国からの相談というのは、減少をしていって、そして、その地域地域でリスクも少ないですね、これもう本当に妊婦さんの移動というのは非常に危険を伴います。そして、病院にかからないでやっぱり、そういった出産をするとかですね、秘密でこう運用するみたいなことがあるとですね、これは命に関わる話ですので、まあ、そういったことを防いでいくためにも全国の相談体制を、強化していく。で、そのための、国のですね、財政的な支援、熊本市だけがこの10市の中で、唯一24時間体制で相談を受け付けているんですけれども、やはりそういったところも全国の大きな大都市で、そういった窓口が開かれれば、まあ、かなり形になると思いますが、人的な体制、大切な、というものも必要でありますので、まあ、その点に対しては国に引き続き要望を行っていくということで、先日、指定都市長会、先週の指定都市長会で、あえて、調査制度について、はい、お伺いします。特別委員会の方では、
実際に具体案、まあ、どこに移転するかという具体案が示されたんですが、一方で議員さんたちの中ではなかなかその具体案に入る前に本当に建て替えが必要なのか、それもやっぱり必要なのか、必要だと、そこの入り口でずっと議論が止まっているような状況なんですけど、どう今回打開していくのか、理解を求めていくのか、聞いてみたいと思います。庁舎整備に関する特別委員会においてはですね、耐震性能に関するとさまざまな意見がいただいているということですけれども、やっぱり本庁舎というのはですね、防災いざ災害が起こったときにですね、防災拠点として大地震後や大きな災害後にもですね、使い続けるということができるよう、あらゆる想定されるリスクではですね、耐えられるように、重要であるということ、ここはおそらく、議員の皆さん方もですね、ご理解をいただけるということだと思います。まあ、そういうことで私どもとしては熊本地震を経験をした、やはり熊本市としてまた行政代として責任を持ってですね、災害が毎日あった場合にもですね、きちんとした対応が取れるように継続ができるようにするために、現行の建築基準法のやはり耐震基準を満たすということは、これは絶対に必要なことであるということで思っておりますので、この現行の建築基準法の耐震基準を満たしてないということがですね、判明をした以上はやはり行政の責任として最高の事態に備えて万全の体制を取らなければならない、まあ、そのことを本当にですね、審議会でもご議論いただきながら、情報をお示ししながらですね、あらゆる情報を積極的に公開をしながらご議論をいただいたというところです。ですからまだ今その議員の皆さん の中でのいろいろな議論がですね、今進行中であるということでありますので、まあ、そこで の丁寧な議論をですね、我々も説明も含めてですけども進めていく必要があるというふうに思います。ただ一方でやはり本庁舎も経年劣化でもそもそも、設備改修等を早急にですね、しなければならないという状況に迫られているので、これがもう多額の費用を要するということ、そして、中長期的にはですね、やっぱり建て替えに合わせて、こういった設備更新を行うということはやはり効率的であるということ、まあ、財政的な見地からもですね、まあ、今後合併推進事業債等が使える期限も限られておりますが、こういう有利な記載を活用してできるだけ市民の皆さんの負担を抑えながら、なおかつ、こうした設備の状況もクリアし、また耐震基準をきちんと現行のですね、法律で定められたものは、安心できる状況にですね、していくということが行政の責任だと思いますので、まあ、その点について議会の皆さんには丁寧に、をしていくように、これからも基本構想案は年度末までにという予定だったと思うんですが、なかなか進まない状況でも、やはり3月までには何とかという思いではいい、はい、そういう思いでおりますけれども、やっぱりその何もかもすっ飛ばしてやれる話ではないので、これはやっぱり皆さん方、多くのやっぱり納得をいただけるようにですね、それは何度も丁寧に、ご説明をしていくということが必要だと思います。ですから、議会でのプロセスというのは非常に重要だというふうに思っていますし、また、市民の皆さんのご理解や声というものを十分受け止める必要があるというふうに思いますので、やはりこの東北市民にとって、あるいは、今後、まあ、いざ災害が起こったときにですね、行政機能が失われないようにするということがですね、特に最優先の課題であるというふうに私は認識しておりますので、その点については、3年7ヶ月、熊本地震から経過をいたしました、随分風化をしている面があるというふうに思いますが、私はこの点についてはですね、十分、市民の皆さんにもですね、ご理解いただけるように努力を持って、今のに関連してるんですけれども、
まあ、初めて具体的なその案というものが出てきて、まあ、市民の人たちも予約目にして、まあ、建て替えがまだ置いといて案が示されたことについて、その場所については市長としてどのようにこう受け止めていますか。特にまだ今考えうる今の現時点で考えうる案が示されたということでありますので、まあ、これからその辺については議論を待っていくことになるかということで、今の、6つの案ですかね、4つの場所の6つの案に関しては、僕らは私自身のコメントはありません。はい、今日毎日かなり話題変わるんですが、市長もご存じかと思うんですけど、安倍首相主催の桜の大会が、はいはい、税金の私物化だというのをかなり研究してまして、先日山口県の下関市長を、まあ、それを擁護するような発言をして、まだでもそれでこう議論になっているんですが、大西市長は熊本市の市長として、今回の一連の、まあ、騒動というか、どのようにこう見ていらっしゃいますでしょうか。やっぱりいろいろなこう批判に対してはですね、やっぱり真摯に向き合いながら、情報をオープンにしていく必要があると思います。例えばいろいろな公的な行事で、そういった利益が生じた場合にはですね、客観的に、まあ、多くの皆さんが見てですね、納得がいくようなことがやっぱり必要だというふうに思います。ですから、まあ、そこは丁寧にご説明を、される必要があるというふうに思いますが、現在、まあ、国会の開会中でさまざまな議論があってますので、そういった中でですね、やはり、そういった疑念が生じた部分に関しては、明らかに発言されるべきだろうというふうに思ってしまったと思います。はい、それでは、これで続きまして、会見を終了します。